えー、秋篠宮悠仁さまのです、ねえー、北九州での、えー、文章コンクールですね、それに入選した作文に、ですね、えー、東洋疑惑があるということを、週刊新潮が報じていますで、えー、私、昨日も少しこれ触れたんですけども、まあ、こういう感じの記事なんですね、えー、4ページにわたる、えー、なんか記事なんですけども、あのー、まあ、 この記事にあるように、確かにその、えー、ガイドブック、それから、えー、ホームページの文章、えー、いですから、えー、っと、3箇所ですかね、えー、非常に似た表現があるということなんですけども、あの、これ、おそくだから、あの、久人様がですね、えー、無自覚でやられたものだと <coughs>、私は判断したんですね、あの、全体を見てですね。やはりあの、まあ、その、まあ、引用するとか、 それから参考文献を上げるとかいうときの、その、まあ、いろんなその作法というかですね、えー、世の中で行われていることを、えー、今の日本の教育の中では、そもそも作文教育っていうのはほとんどやられてないと理解してるんですけども、えー、十分にやられてないと思うんですね。あの、例えばお茶目水し付属。 中学校という非常に優秀な中学校でもですね、えー、それについての十分なケアが行われていたとは僕は思わないんで、えー、そういう世の中のルールがあるということを、久人様はご存知なかった可能性は僕は高いと思っています。何でしょう、今回の,あの久人様の、えー、作品はですね、19ページ、えー、原稿用紙19枚にわたる、えー、対策なんですね。原稿用紙19枚って大変長いもので、私もあの、その、うーん。 のの文学のその、えー、リリー・フランキーさんなんかも、えー、審査にされてるんですけどもそれのホームページから悠仁さ様のです、ね、作文を読ませていただきましたけども大変あの力作で、えー、表現もあの的確でですね何よりもあの観察のバランスが取れてるんですよねそんなあの仁さ様の、えー、文章全体からしてですね、えー、該当の箇所というのは、えー、確かに重要な箇所ではあるんですけどえー なんかそれが主要な部分を占めているとまだ僕は言えないと思うんです。で、あのこれ、あの昨日ですね、えー、と仁さ様が筑波大学附属高校に合格されたということを受けて、えー、おめでとうございますという動画を上げたんですけども、その中でもお話ししたんですがあの、私自身がですね文章を書くときというのはあの、絶対に守ってることがありまして、それは、自分の、えー、中から出てきた文分裂しか書かないということですね。あの何かあの、例えばいろいろ本を読んだりとかですね、そういうことがあったとしても、 えー、必ず書くときには、えー、文字列は自分の頭の中から出てきたものしか書かないというこれがまあ、えー、結果として、まあ、今回のようなことが起こらないような、えー、流儀なんですけども、えー、でもちろんその具体的に引用するときにはその引用の箇所および参考文献を書くと置くということはとても大事なことなんですよね。 であのーまあ、そういう形でその自分の中である程度、文字というのは咀嚼されて、文章というのは咀嚼されて、まあ、自分のある意味では血肉になって初めてです、ねえー、自分の文章と言えるわけで、とにかくあの文章を書くときには何も参照しないで書くということがとても大事だと思うんです。でそういういことをやっぱり、えー、おそらくおく茶大属中学で の優れた教育カリキュラムとはいえども、えー、お伝えしてなかったんだろうと思うんで、今回のこの件はですね、えー、まあ、非常になんていうかうん、単純なことなんだろうと、無自覚の中でそういうことされてしまったということに過ぎないと私は思っています。えー、このの週刊文春の記事はですね、えーまあ 4ページもとにかく記事を膨らませなければいけないわけですから、えー、いろいろその悠仁さ様の進学の問題とかですね、そういうことを、えー、結びつけて議論されてるんですけども、僕はそこにはあまり本質はないなと。あの、新潮社も週刊新潮も、えー、いつもあの大変親しみを持っているメディアではありますが、この記事に関して言う限り、えー、そこまで重大な意味はないんじゃないかと。で、悠人様が逆に今回のことで、あ、そうか、あの、 文章を書く時っていうのはそういう形で、えっと、自分から出てきている文字列と、えー、その何かを参考にして書くということが別なんだなということを、えー、まあ知られればですねそれでよいいのかなと、えー、このように思っています。えー、ということであのこの記事、まあ、大変、まあ、大変話題になっている記事だとは思うんですが、えー、僕は、えー、そういう、えー、比較的、えー 単純な、えー、ことではないかと思ってますので、久々様がですね、これ今後、厚穂大学属高校に進学されて、そして、えー、多くの学びを積み重ねることを、えー、望みますし、そして、何よりもですね、とにかく文章がとても素晴らしいんですね。ですので、これからも久々様、ぜひ、えー、文章をたくさんお書きになられて、あの、具体的なですね、生物種の 記述。あの、私、あの、蝶々、子供の頃やってたもんですから、えー、小笠原しじみ。これがですね、絶滅したと、えー、報じられてるんですけど、大変心を痛めてまして、小笠原しじみなんかについての関心もですね、えー、大変あの、えー、共感できるところがあります。あの、ぜひ,ひ、久し子様がですね、えー、生物学がお好きということですので、えー、生物学についての、えー、学びをですね、さらに積み重ねられて、そして、折に触れたらですね、これ、今回のことで、 久ん、えー、様の文章力ってのは注目されたわけですからあのますますあの文章の道も、えー、先ほど申し上げたその文章を書くときには、えー、自分のそ何も参照せずに自分の中からできた文字列だけを書くということを大事にされて、えー、計算を積まれたら素晴らしい方々、えー、になっていくんじゃないかなといや現時点でも素晴らしい方だと思うんですが、えー、そのように考えます。えー、以上、さ、え、ん、ー 作文に「悲しき東用疑惑」という「週刊新潮の」の、えー、記事について、えー、お話しいたしました。